大阪城は、古市中国内軍五福にあった、日本の城。伊賀城、大掛かり城、大掛城とも言う。なお、伊賀城の古障はこの城の主将であった、片山、伊賀守る、野辺高にちなむ。越中富山大掛古城図や、大阪の古城オープン館の図によると、伊田川に面した平城。四角は一辺が三十八軒の正方形であり、その南西と南東の隅には、 やぐらが建てられている。堀を挟んで東には面積にして、主角の半分程度の長方形の角があり、その角の北側には入り込んだ堀によってここが形成されており、これらを堀で囲んでいる。さらにこれらを含む後半を堀で囲んだ総構えを有していた。ちなみに、前述のすべての堀は、板川から水を引き込んだ水堀であった。案内板によれば、 平成元年に行われた発掘調査によって最大幅14メートル、最深約3.5メートルの掘り跡と四角へ続く土橋が確認されている。また、白割城白の下割西の割りなどの障子名が城の名残を示しており、また、大工長の障子名から周囲に城下町の存在が推定されるという。延高の後、大佐城には大館が置かれたが、 その詳しい時期は不明。いずれにせよ、関ヶ原の戦い前後までには、廃城となっていたと思われる。宿泊跡には、富山市立五福小学校が建てられた。小学校の敷地が周囲より一段高くなっていたり、ところどころに土類の痕跡が見受けられたりすると、かすかではあるが王子をうかがい知ることができる。校庭の脇には案内板が建てられている。 中世より昔には五福山、暮れ福山などとも称された。富山県教育委員会、富山市教育委員会。ありがとうございます。